愛氏の雑誌キワは、小木原博による日本の小説、第139回直樹三35小公保作品。2007年に、朝日新聞有観に連載され、翌2008年に、朝日新聞出版から単行本として出版、2011年に文庫化された。父親の転勤により、東京から岩手県の古民家に引っ越した一家とその家に住み着いた。 座敷わらしとの交流を描く。ホーム愛しの座敷わらしとして映画化。2012年4月28日公開。主演の水谷豊は、1983年公開の、逃れの街以来29年ぶりに映画単独主演を務めた。父、光一は、食品会社の新製品開発責任者だったが、売れない豆腐プリンはサビ味を作ったり、 新たに創生した柿カレーにこだわりや愛情を注ぎすぎ、開発までに時間をかけてしまい、東京から森岡支店に半ば左遷された状態で家族と共に岩手県の田舎町へと引っ越してきた。孝一が写真も見せずに家族に見せた家は築200年を数える古民家だった。東京での暮らしに慣れていた妻の文子は突然の田舎暮らしに不安と不満でいっぱい。 老人ばかりの近所付き合いにも戸惑う前の外国人家族は一年ほどで引っ越したという。中二の長女、あずさびにもただのぼろけにしか見えず、転校先の学校生活を考えると心が落ち着かない。転校前の学園生活でも人間関係で悩んでばかりだったからで、皆が描いた色紙も破ってしまう。同居する高一の母親、住み弱い中住まいには慣れた顔をしているものの、 認知症の症状が始まりつつある。唯一、古民家への転居を楽しんでいる小4の長男、智也は治りかけている、津田の持病をひどく心配され、サッカーをやりたくてもやれずにいる。高一は、家族の不平不満をなかなかうまく解消することは、できないばかりか、視点でもなれない、営業職に悪戦苦闘する。誰もいない場所で、物音が聞こえたかと思えば、 いろりの自在針が勝手に動いたり、掃除機のコンセントが不意に抜けたり、手鏡に見知らぬ着物姿の子供が映ったり、不思議な出来事が高橋家に起こり始める。この家には東北地方の民間伝承で有名な座敷わらしが住んでいるという。一風変わった同居人と共同生活をすることになった高橋一家は営業不振、高年期障害。 認知症などを抱えながら、その生活に順応していく、ホーム愛しの座敷わらしに関するカテゴリー、ありがとうございます。